皆さんこんにちは、キャミーになりたいシュガさんです。本日はご視聴者様からの質問に答えていきたいと思います。で、いただいたご質問なんですけれども、ケイチカさんって読みますか、チカさんとお呼びしますね。はい、チカさんからの質問なんですけれども、他の動画でもあまりないので、よろしければクロスとロードの比較をアップしていただけたら幸いです。速度や疲労度などクロスからロードに乗り換えを考えていますということで、まあ私はね、こう返答したんですよ。私の考え、感想でもいいですかって言ったら、まあ、この方はよろしくお願いしますと言ってくださったので、まあ感想をね、言っていきたいと思うんですけれども、まあ速度や疲労度の話だけで言うと、私としてはロードの方が楽でしたし、まあ、スピードも出せた。その理由はちゃんとあるんですけど、クロスバイクとロードバイク、私の持ってるもので比べた時に、私のクロスバイクって5万円ぐらいで買える、まあ結構安価なものなんです。で、ロードバイクは一方ちょっとね、お金を注ぎ込んでいたりするので、機材的にグレードが高いので走りやすかったりとかするっていうのと、あと重さですね。リミコちゃん10キロあるんですけど、エゴちゃんは 8.5 だったと思うんですよ。で、そういう重さでもだいぶその疲労度とか乗りやすさっていうのは変わってくると思うんですね。で、チェーンオイルも私やっぱり本当リミコちゃんごめんねって思うんだけど、リミコちゃんよりもエボちゃんの方がいいのを使ってたりします。なので多分ペダルの漕ぎやすさなんかも、重さ、軽やかさ、全然違うと思います。はい、そういうところで、まあ、やっぱりエボの方が楽ではあったんですけど、まあ、最終的には個人の力量なのかなって思いました。最初に、クロス乗って、ロード乗って、今またクロスで、まあ、ちょっとこう長めのライドをしてるんですけど、やっぱりその最初のてか中間にあったロード乗ってる時間が長かったので、最初に乗ってた頃よりもクロスで山なんかは楽に漕げたんですよ。だから、どっちがこう疲労度楽かとか、どっちが速いかっていうのは、やっぱり使ってる機材と本人の力量でかなり変わってくるので、まあ、あえて言うならば、体勢とかがやっぱ前かがみになるので、ロードの方が風の抵抗を受けやすいとか、あとは、車体が軽いとか、まあそういうので、ロードの方が楽なのかなっていうのは思いました。それよりも、2つを乗って、私、気づいちゃったことがあるんですよ。クロスバイクとロードバイク、そもそも同じステージの上で比べること自体が間違っているんじゃないか、ということですね。はい。ということで、ここから私なりに分かりやすくクロス、ロード、マウンテンバイクの違いを簡単にまとめてみるよ。で、まあ私が簡単に皆さんにお伝えするためにね、考えたというかイメージなんですけれども、まずクロスバイク、車に置き換えると乗用車でございます。理由はですね、乗用車って気軽に乗れるし、買い物も出かけるし、まあ、どこ行くにも手軽、基本的なバイクってことですよね。で、クロスバイクも、ハイブリッドバイクと海外で言われてるぐらいなので、まあ、ロードとマウンテンバイクを掛け合わせたような、一般的な手軽に乗れるバイクだと思うので、まあ、乗用車っていう位置にしてみました。そして、ロードバイクはスポーツカー。車で置き換えるとスポーツカーです。なぜなら、ロードバイクはね、結構そのレース用のバイクが多分大元になっていて、私たちが趣味で使うのはちょっとグレードが落ちたりとか、まあ、こだわってる人はね、レース用の方と同じぐらいの機材を揃えてる方なんかもいますけど、私なんかはね、全然ちょいいいぐらいの機材のロードバイク乗ってるので、まあ、そういうイメージというか、まあ、ちょっとやっぱお金もかかるし、手入れもやっぱこまめにしたくなるし、もう完全なる趣味の自転車ですね。はい。なので、スポーツカーという位置にして、で、マウンテンバイクは車で言うと 4K は改造度か。はい。4WD ね。はい。やっぱボコボコした斜面が得意だったりとか、あとはですね、やっぱロードバイクとかよりもマウンテンバイクってテクニック重視の自転車なんですよ。やっぱりそのテクニック磨きたいっていう人はクロスバイクよりもマウンテンバイク買ってからロードとかの方がいいと思うんですけど、階段
登ったり降りたりとか、まあ、そういうのが得意なバイクなので、まあ、一応その位置的には4駆の位置にしてみました。どうでしょう、こうやって車でイメージすると乗用車、スポーツカー、4WD 比べられますか？ジャンルが違いますよね。そうなった時に自転車は見た目が似てるけれども果たして比べるものなのかっていう疑問が出てくるわけですよ。で、私みたいな初心者はどうしてもクロスバイクとロードバイクを比べてしまいます。なぜならね、情報もないし感覚もわからないし知識がないから。そうで、私もあのミニメロスタートからクロスに変えたんですけど、そのクロスに乗るときめちゃめちゃ悩んだんですよ。ロードバイクにするかクロスバイクにするか。で、ロードバイクじゃなくてクロスバイクにした理由っていうのが、そのパンクしやすいとか、なんかそういうね、なんかその乗ってみてそういう具体的な話ばっかり見てたから、どうしてもあーロードバイク難しそうって思ったんだけど、買ってみたら全然そんなことない。だって趣味として買ったからやっぱり大事にするし、メンテナンスもちゃんとしてあげるし、そういうのさえちゃんとしてれば難しくないんですよ、ロードバイクを扱うことはね。まあ、ただお店に頼らなきゃいけないところもありますけど、まあ趣味としてはね、全然あのお金かけられる人だったら全然ありだと思います。はい。基本的にその、なんて言うんだろう、用途が全く違うんですよ。比べること自体が間違ってるのに、まあやっぱりその動画の中とかネットの記事とかでも、これはこういう用途ですよ、これはこういう用途ですよって書いてあっても、初心者からしたらイメージすごくしにくいんですよ。だから、どっちがいいのって言われても、多分ギリギリまで結構悩む人も多いし、違いって何ですかって言われても、詳しい人だったらその機材とかいろいろ言えるんだろうけど、受け手が知識がない場合って結構難しくて理解するのが、だからこの動画を見て、ママチャリ乗ってる方とか、あとはクロス乗ってる方とか、まあ何人かいるかもしれないんで言っておくんですけれども、正直ですね、ママチャリ乗ってる方は別にロードいきなり行ってもいいでしょうし、普段使いの自転車でクロス持ってる方はもうロード買っちゃっていいと思います。なぜなら私は両方買って後悔してない、両方楽しさがある、うん、両方いいところがあるのよ。そして自転車沼にハマっているので、マウンテンバイクも欲しいしグラベルも欲しいしって今なってるわけね。そう、自転車って本当にね、それぞれ個性があってね、すごく楽しいんですよ。なんだろう、知らない、知識がない人からしたら、自転車何台も持って同じなのにって思うのかもしれないけれど、車で置き換えると全然違うものなので、まあ、その点をちゃんと理解して、自分が本当に欲しいものはどれなのかっていうのを選んで、自分の金銭面と照らし合わせながら、ぜひ素敵な自転車を皆さん手に入れてください。どうでしょう、私の話参考になりましたでしょうか。うわー、なんかうまく喋れたかわかんない、自信ないけど、なんか皆さんの参考になってれば嬉しいです。このチャンネルはさ、ロードバイク乗ってる方が多いからさ、なんかこうやって私がなんか教えるのも恥ずかしいよ、恥ずかしいだって皆さんの方が知識ある方多いんだもん。まあなんか今日はね、専門っていうよりは、私の頭の中のイメージで今日は語らせていただいたんですよ。だから、温かくこれからも見守ってね。イエイ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 。まあ、あくまで今日話した内容は、私の頭の中のイメージなので、正解ではないかもしれないんですよ。だから、ちゃんとした知識で説明してほしい方は、他の方の動画を見てもいいでしょうし、あとはネットなんかにもね、結構情報は載ってると思うので、ぜひね、ご自分で調べてみてください。私が言えるのはこんなもんです。申し訳ございません。力になれたでしょうか。これからもね、質問があれば私らしく答えていきたいと思いますので、今後もね、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、皆さんここまで長時間ご視聴していただきましてありがとうございました。次回のね、サイクリング動画でお会いいたしましょうって言いたいとこなんだけど、梅雨時期すごくない？もう入ってない？関東梅雨じゃない？これどうしたらいいの？本当に雨ばっかりでさあ、動画のネタがないからさ、みんなちょっと質問してよ。いや、答えられる質問だったらいいんだけど、まあ、ということでね、次回サイクリング動画撮れたらいいな。はい。ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。また次回のサイクリング動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。